はい、どうも、ミッチザブートキャンプのミッチです。はい、富士山がちょっと見えなくなっちゃいましたね。はい、届きました。足グリップ TG ですね。足グリップトラメ G の方が届きましたね。こちらの方ちょっと、つけていきたいと思います。はい、やっと到着しましたね。いやー、ワクワクすっぞ。いやー、もうワクワクしすぎて悟空になっちゃいますね。はい、とりあえずまずはトラメ G の方。はい、トラメ G のはですね、シルバーもあるんですけど、僕はやっぱりブラックがかっこいいんじゃないかなと思って、もうね、ブラックしちゃいましたよ。はい、じゃあこのね、トラメ G の方のグリップの方、アシモスクラフトさんのグリップに交換していきたいと思います。はい、スノーピークのグリップなんでね、シェルコンとかと一緒です。まずはここ、カットして、で、グリップの方を交換していくっていう風な形になりますので、まずね、ノコギリの方でちょっと、カットしていかないといけませんので、ここをね、カットしていく。で、このグリップを外して新しくグリップを取り付けるっていう風な作業になっていきます。はい、ノコギリでね、こうカットして、でこの部分だけ残ったんですけど、その部分はもうこのペンチ、こいつでカットしていきました。でこういう風な状態に、もうね、ピンだけの状態になってます。はい、こいつでまたこうバチッバチッとして、いきたいと思います。はい、綺麗に取れました。はい、こういう状態まで持っていきました。そしてここのピン、このね、ピンをカットしないといけないんですよ。なんでこのピンをね、こいつでもうカットしちゃうのが僕のスタイルでございます。はい、でちょっとね、飛んでいかないように、切れました。はい、切れました。はい、同じようにこっちもカットしたいと思います。はい、取れましたね。綺麗に外れました。このようにピンがカットしたような状態です。はい、そしてこの足グリップを取り付けていくような形になります。厚いのと薄いのがありますけど、この中側が薄い方、
外側が厚い方で取り付けます、はい、OK ですね。逆サイドはこのハサミがついてますんで、これも一緒に取り付けていきます。このね、上に来る部分 A がしっかりとつくような状態で、はい、装着できました。はい、はい、足グリップ TG いいですね。はい、グッド、これです。はい、こうやって、おお、やっぱ黒良くないですか。かっこいいですよね。うん、いい感じ。よし、これで明日の朝はホットサンド、よし、作りたいと思います。イエーイ。はい、足グリップ TG でした。ちょっと不格好だけどできました。美味しそうじゃない？まあ下手だな。もうちょっとうまく作ろう。